スイスライフは、スイス中立費に本拠を置き、生命保険やプライベートバンキングなどの金融サービスを提供する株式会社。スイス証券取引所上場企業。1857年、弁護士のコンラッド・ウィドーマーによりレンティネンストールとの社合で設立された。1866年に最初の海外支店をドイツに開設。 1898年にはフランスに支店を開設した。1988年、ローザンヌを拠点とする同業のラススイスを買収。1997年にスイス証券取引所に上場した。1999年、フランスの大手生命保険会社のロイド・コンチネンタルを買収し、しばらく欧州同業の買収を続けたが、2002年に 企業組織を再編し、持ち株会社のスイスライフホールディングを設立、スイスライフへのブランド統一を進めるとともに、イタリアやスペイン事業を売却し事業整理を行った。2016年10月、イギリスの資産管理会社のメイフェアキャピタルを買収し、中心の生命保険事業に加え、主にヨーロッパ諸国の富裕層を対象とする資産運用業務を強化している。 ありがとうございます。